これはこっちが、ああこっちが表玄関ですね。はい。こっちが表ですね。入場料タダですからね、こっちは。聖地だからあれなのかな。ただ料金の分があれだけあって、向こうは世界のヌードルっていうのは食べれますよね、350円で。なんか一つ持ってくればよかったですね。失敗した。またこのですね、ケーブルになっちゃう。物買ってないですけどね、物買ってなくても見れますから、一度来てみたらいいと思います。作った人はああやってビニールに入ってますよね。あれが300円で
マイカップヌードル。よし。まだ簡易裁判所あるんですね、これは。珍しいな。よいしょ。さっきこの道をこう来たんですよね。今株の人が来ますけど、こういうふうにこう来たんですよね。いやー、次疲れた。さすが寝てないですからね。結構顔映っちゃうな。疲れた。暑い。ここが、なんだろう。なんだっけな、駅。あそこに書いてある。池田駅。阪急池田駅。ですね。駅から来ても徒歩で5分くらいで来れますね。阪急の駅なんだ。JR 線かなと思ったら。で、駐車場はここの第3のとこの脇ですね。駅がここですね。いやー、暑い。この帽子が暑いんですよ、結構。ぬいぐるみだから。おー、びっくりした。バイクがなくなってると思った。ここかなと思ったらば、向こうだった。こんな感じですね。こっちからこう行って、左に、
折れてもいいし、あとは今みたく帰りの道でもいいですね。こんな感じです。よし、じゃあまた準備して帰ります。準備する方が時間かかるんですね。がまさかの向こうだ。いやー、メーカーが、さっきガードマンの人がいたところですよ。こっちにもあるかなと思ったらなかった。101だと思ったな。駐輪機番号と発生算されました。自転車を引き出してください。ご利用ありがとうございました。駐輪機番号と確認ボタンを押してください。生産されました。ロックバーを引き抜いてください。そう、いや暑い。
歩いてると暑いんですけど、バイクで乗ってると今度寒いんですよね。夜中なんか特に寒いし、車だったら同じ服であれですけど、これいいか、カメラも済まなきゃいけないから、じゃあ止めます。